はい、こんにちは、レトスの小野です。1月16日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。一定期間勉強したら検証を、試験が終わって3ヶ月、合格発表があってから約1ヶ月半経ちました。もし2ヶ月以上勉強したのであれば、そろそろ検証した方が良いでしょう。検証するっていうのは、これまで勉強してきた成果を確認するということです。実際私も独学で勉強していた時にこの検証作業を行いました。私の場合、1月から勉強を始めたので、4月に入った直後ぐらいに検証をしました。なので丸3ヶ月間勉強してその成果を検証した感じです。で、検証の方法なんですけれども、私が行った検証方法っていうのは、これまでやったことのない過去問を行うというやり方です。約3ヶ月間勉強したので、過去問でもだいたい30点ぐらいはいくかなって思ってました。で、結果はどうだったか。結果はなんと18点か19点ぐらいだったんですね。20点届かなかったっていうのを覚えてるんですよ。4月に入ってもう試験半年前だったので、もう正直この点数焦ったんですね。で、これまで3ヶ月間思いっきり勉強してきてこの結果だったので、今の勉強を続けていてもこれ合格できないなっていうことはもうこの時点で分かりました。そして私がその後行った方法っていうのは、もう勉強の仕方をもう丸々変えちゃうっていうやり方だったんですね。それまでっていうのはテキストと過去問集を丸暗記する方法だったんですよ。とりあえずテキストも何回も読むし、過去問集も何回も解くということをずっとやってました。でもそれでは点数が取れないってことがこの時点で分かったんですね。だからやり方を変えて、丸暗記じゃなくてきちんと理解するように勉強の仕方を変えたわけです。一問一問解くのに時間は相当長くなりました。そのため進む速度も相当遅くなっちゃったんですよ。ただ理解をしながら進めるので、頭への定着は断然良くなったんですね。その結果、宅建試験は1回で合格できました。もし昨年3ヶ月以上勉強して落ちたというのであれば、今の時点で勉強の仕方、これを変えた方がいいです。そして一度勉強仕方を変えたのであれば、2ヶ月から3ヶ月をめどに検証作業を行う、これを絶対やりましょう。実力上がる勉強法を早めに見つけるということが合格への一番の近道です。それでは3問に入ります。連帯保証人が債務の全額を弁済すると、債権者の承諾なく弁済した全額について主たる債務者に求償できる、丸か×か。問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。連帯保証人が弁済すると、もともと債権者が有していた権利が弁済した連帯保証人に移転します。これ法定代位と呼ばれるんですけれども、つまり弁済した連帯保証人が債権者の地位を引き継ぐってことなんですね。まあ、債権を取得するって考えると分かりやすいと思います。したがって連帯保証人は引き継いだ債権に基づいて債務者に対して弁済を請求することができるってことですね。この弁済請求のことを求償という言い方をします。まあ、代位については、意味不明と思っている方多くいますが、弁済することで債権が移転すると考えれば簡単です。もうシンプルが一番。実はこの問題非常に簡単なんです。具体例を出せばこれ誰でもわかる話なんですよ。まあ、個別指導ではこの具体例までお伝えしておりますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガから具体例をぜひご確認ください。で、問い2ですね。で、問い2に入る前に、まだチャンネル登録していない方はこの動画の下のチャンネル登録のボタンクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。そのチャンネル登録の隣にベルのボタンあると思います。そちらも、合わせてクリックしていただいて、すべてのところを押していただければと思います。これで私が動画アップした時に通知が来るようになりますので、こちらもぜひ設定してみてください。で、問い2ですね。売り主が宅建業者、買い主が宅建業者でない場合の土地の売買契約の売買を行った宅建業者は、売り主が37条書面は不要だと申し出てきたので、37条書面を売り主に交付しなかった。この場合、売買業者は宅建業法違反となる、丸か×かという問題ですね。
で、答えは丸です。つまり、宅建業法違反だということですね。37条書面の交付義務っていうのは、宅建業者間であっても適用されます。つまり、売り主、買い主、双方に37条書面を交付しない場合は違反になるんですね。で、これは定番の引っ掛け問題なので、絶対解けるようにしておきましょう。で、宅建業者間で適用がないものについては、個別指導で解説させていただきます。で、問3です。準都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に区域区分を定めることができる。丸か×か。これは×ですね。これは昨日の問題をしっかり勉強した方は解ける問題です。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは、8個ありましたよね。8つありました。1つ目が用途地域、2つ目が特別用途地区、3つ目が特定用途制限地域、4つ目が高度地区、5つ目が景観地区、6つ目が風致地区、7つ目が緑地保全地域、8つ目が伝統的建造物群保存地区。この8つですよね。この8つに含まれていれば、準都市計画区域に定めることはできるんですけども、それ以外っていうのは定めることできないんですね。で、今回区域区分の話なんですけども、区域区分っていうのは先ほどの8個の中に入っていません。なので、準都市計画区域に定めることはできないというふうに答えを導くんですけれども、これ昨日もお伝えしたんですけど、これ覚えるのが相当しんどいんですね。そのため、なかなか類題が解けないんですよね。試験ではこのような類題たくさん出てきます。そういった課題を解決するのが個別指導なんですね。また、都市計画法が苦手な方っていうのは、イメージもできていない場合が多いです。もちろんその点も個別指導でお伝えしていきます。個別指導の概要については、真ん中に動画のリンク貼っておきますので、そちらの方からご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。